昔武士は曲げは命だって言ってたみたいです。元結はですね、武士のちょんまげを結うための紙紐になります。江戸時代に元結を作った流れが今の水引の原点になっていると。元結ってものはやっぱり精神をそれこそ支えているものだっていう、しなやかさ、丈夫で切れないっていう部分と、原材料が和紙であるというところが特徴になってくるかと思います。この飯田下湯な地域っていうのは構造が取れて、でまた良質な水も豊富だということで紙の生産に向いている。湿度は非常に少ない地域だと思いますね。乾燥度は高いんですよね。6、700メートルの標高がありますよね。しかし天気がいいから水蒸気が上がってこない。冬は本当乾燥したっていうふうに聞いてますね。自然環境と紙すきとが合致したということじゃないですかね。もともと水引の発祥が天皇陛下に麻の紐を紅白で染め上げたものを水引物として渡した。皇室の行事の節を言うに紅水引をその調度品に巻きつけたり使うっていうことがある。紅って紅って書いて紅っていうんですね。これが紅という色なんで、まあ、緑に見えたり黒に見えたり赤に見えたり、皇室だけという特別感はあります。水引きを作るというのは機械化で全てできるようになったんですよ。素材まではだけど、それをいろいろ加工するっていうのはどうしても手なんですよ。日本人は水引きを見ると紐とは思わないんですよ。伝統も守りながら残していくことが我々の使命であるし、大切にしていきたいことだと思います。言葉とか気持ちだけではなくて、そのデザインも一緒に送るというような形で、やはり結ぶというのは人と人の心を結ぶものであるというのが日本人が大切にしているものだと思いますし、これこそまだ残していかなきゃならない大事なものなんだなと思っておりますね。未開封を保証する意味と魔除けの意味、あと人と人とを結ぶという意味があると聞いてます。知らない人は単なる紐なのかなって思ってるかもしれないんですが、まあ、伝統的といいますか昔からあって神事に使われていたものでとても神聖なもの。水引きとモードがどうやったら組み合わさるかなっていうので何個も作りました。ファッションウィークの時に変わった髪をしてると声をかけられたりするんです。なので人と人とを結びつく、また新たな出会いがあるかなと私は思うので、そういう意味を込めて作りました。自分たちが新しいアレンジを発信していく、自分のこれからスタイリングに取り入れようかなと思ってます。